なあ。なあって。怖い怖い怖い。じゃあ、そういうのじゃなくて。皆さん、こんにちは。アッキーです。ものすごい早朝なんで、声が小さいです。今日のね、コラボ相手、とやばいんですよね。かなりビビってます。目をつけられてしまったかなっていう。その人とは初対面なんですよ。すごい緊張してるんですけど、これからその人に会いに行ってきます。やばいやばい、怖い怖い。こんにちは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 。すいません、ちょっと遅れちゃいまして。はい。怖い顔が。遅れてきた人どうした？渋滞が。怖いよ。予想できるやろ、渋滞って。それを一応考えて来たんですけど、うん、結果が欲しい人やから、過程どうでもいい、結果、何でも結果、結果、うん、頑張ったからとかどうでもいい、そう言われると、時間通りに着くちょっとあの今日ツーリングとキャンプという感じでよろしくお願いしますこのバイクはなんていうバイクですか？ GS400 です。 GS400 鈴木ですか、もしかして？はい、鈴木です。鈴木ですね。え？鈴木ですね。鈴木ですか？鈴木です。あ、いや違います、鈴木。鈴木？はいって知らないですか？鈴木って知らない。何ですか鈴木？あ、大丈夫です、ありがとうございます。鈴木って何だ？いや大丈夫です、ごめんやで。じゃあ行きましょうか、うん、すごい悪いことしたみたいな。いや違う、大丈夫です。ってことで一緒に今から誠司さんとツーリング行ってきます。はい、ってことでちょっとあ、噛んじゃったすいません、私めっちゃ噛むんですよ。できるよ。あれ、なんか急に優しいですね噛むことなんてあるやんか。いや、なんかさっきめっちゃあの仁王立ちですごい顔してたんで。噛むとか別にそれはええやん今日はアッキーの大好きなキャンプするでしょ？あ、そうですそうです。何度で全部してるんですか？あの荷物は準備も先にしてあるんで大丈夫です。まあ、今日はちょっともうちょっと楽しようと思っちゃって2人分はなかなか大変やん。そうですね、だからもうすいません先送っちゃったんで、今日はキャンプ感はちょっとバイクでは感じられないんですけど今日の行き先のところって誠司さんの場所というか、うん、そうです。 YouTube で見て。ありがとうございます。はい、初めての女性とのツーリングは。 あれ初めてですか？初めてです。え、いいんですか？初めてで。初めて奪っちゃいました私。ありがとうございますこちらこそありがとうございますお、いいヒップラインですねー知ってる？俺3年4年ぐらい前に週刊文春にな、引っ張り抜かれたんやけど、あのフォートに女性とおったの俺その様子をあの上かどっかから撮っとんね。上から、上から、あの写真が撮れるわけないと角度的におかしいと。おかしい、どこやどこやどこやって探して探して、あーってなって具合悪いね言いがかりである。後ろから見るとまいかちいっすわ、この足の角度ね足に長いアピールしてます、もしかして。いや、こうしとかな、振る足がこう、おじいちゃんやから運動してて運動だったんだそれ。そうやねんと、振る高いそうなんですかお、すげえかっこいい、うおここで釣りができるからなんや、みんな気温ってて。あ、そうなんですね。はい、風がすごいんですけど、すごいいい釣りスポットらしい。え、ここで釣りできるんでしたっけ？釣り行ったら釣り、おとんが喜びそうセッティング
ングしました。ちょっと設営風景は今日はちょっとカットしました。またです。雨降ってきました。すごい降水確率 100% 今ですね、買い物終わって帰ってきて準備しようかなと思って、雨降ってきました。膝が回った道です。エイリさんが割ってくれました。まさかちょっとほったらかしてた方がうまそうになるっていう悲劇。最近では焦げ焦げが欲しかったやろ。そうですね、焦げ焦げがいいなと思ってたらめちゃくちゃええのがほらうまっす。ここに置いてても焼けていくのもん。わー、なにこのさっきと違う。これをな、見せたかったやん。これを見せたかったね。やっぱり悪いけどブルーベリーの方が美味しいな。え、ブルーベリーの方が美味しいですか。うん、雨降ってきて、またまた、はい、あー全部ブルーベリー落ちてまあまあでもまあまあでも、うん、うまいうまいやろ。うまい、まあ、リンゴもうまいけど、うん、ブルーベリーな、うまいうまい。本気のやつやんか。やばいやばいやばい、本気のやつですよ。やばい、まあまあ大粒やで、これ。あのカメラに映る感じやろ。映ってます。ってことはまあまあの雨やで。室内ですね。え、ダメです、キャンプですよ今日。いや、あの下ごしらえというか。あ、そうですね、うん、準備だけ準備だけして、はい、でも明るいからもうすぐやむんちゃう。この後、はい、45分後に濃いのが、濃いの来ます。濃いの来る。その後ずっと薄いのが来る。薄いの来ます。何分後かに真っ青になりますから。今日本当雨予報なかったですよね。なかった。ちょっと待って、本当にやばい。今日の夜ご飯は鍋にします。びしょびしょ、水炊きです。マジやばいんだけど、雨降ってきちゃいましたけど、雨粒が野菜を包んでるビニールを叩く音を聞こうよ。これ聞かせてあげて。これやばいって。これは退散退散。え、無理っすかね。もう無理、これ無理無理無理。撤収撤収。うちの中があってよかったよ。これ iPhone に映る雨粒ってまあまあでかいってことやから。見て、こんなんでやろうとしてたで。やばい、びしょびしょだ、マジ最悪だ。喉が、はい、まあ、外でね、食べようと思ってたんですけど、もうちょっと無理だったんで、ちょっと部屋の中で。お、いいで、いいで、いいです、はい、あれ、怒ってないですか。雨降ってきて、なんか鍋運び込まなあかんとか、もうそういうアクセントも確かに。あ、そっちの方が嫌ってこと。あ、そっちの方が嫌。俺には分からない、うん、こう書き込みとかしてくる人がおるんやろ、 YouTube を見てな。あ、でもしこういう時に、はい、あれぐらいの雨で室内で作って食べるなんて本当のキャンパーじゃないぜみたいなこと書いてくるやつおるんじゃん。いるかもしれないね。前の時に嫌だよ、そう思うんだよ。俺は雨の中飯食うの嫌だよ。自由にやらせろ。自由にやらせてください。お前がやる時のルールも俺に押し付けるな。あの、すいません、まだ来てないと思う。ああ、そうかそうか。野菜切るんですけど、ちょっと大根からやります。あ、大丈夫ですか、それ剥けるんですか。え、大丈夫ですよ、大根ですよ。いやいや、リンゴの時にあんな惨めな結果出してますよ。ちょっと待って、別に惨めじゃん。じゃあお願いします。あなたは何する。見てます。どういうこと。ちゃんとやるか見てます。別のことせえへん。見てます。まあ、ええよ、別のことした方がええんちゃう。いや、やることないんで。芯ちぎるとかさ、芯だけど。ちょっとその包丁がいいんで見てます。手でちぎってよ、芯。テイジさんの方がうまいんでやってもらってます。あ、効率。そうです。皮ついてたってええけどな、ほんま。そうですか。そうやでいい。でも、なんか自分が言ってきたから。あんたがやんか、皮むく言って、大学、大根の皮むく言って言ってきたから、横から。だってそうやな、料理、人のセンスの好きやんな。このご時世に、女ってと言うならまだ書き込みしてくれ。それはだから、お前の決めた空気。書き込みまだされてる。そう、書き込みのやつ戦うの好きやね。見ました、 YouTube のコメント欄がバトってますよね。うん、ほんなら大してこうへんやつばっかりやね。あ、言うけど言われたら。せやねん、せやねん、顔せやねん。お友達少ないやつや。すごい決めつけますね。絶対友達少ない。絶対これも 100% そいつが電話一本で10万貸してくれ言うて貸してくれるやつ3日かけても見つからへんもん。友達おらへん、こんな書き込みしてるやつ。しょうもない書き込みしてるやつ大体ね。あの、すいません、ちょっと私のチャンネルなんであんまちょっと煽れんのやめて。そうか、そうか、自分のところでやるわ。ごめん、もう出汁入れときに。あ、はいはい、あ、はいはいはい、すいません。
自分の時はめっちゃピザ窯ですごい時間かかってたのに段取り悪いよね。いや悪くね、そっち政治さんの方が悪くないですか。ジーコもだってなんか温めないといけないのになんか全然冷たいし、どんだけ待ったと思ってんすか。あの報道食う時のネギとご飯も話そらすのやめてもらっていいですか。シューとかも絶対ネギ、塩コショウしなくていい。あ、大丈夫です、しなくて、はい、水切りも大丈夫ね、はい、はい、はい、もう手遅れです。もう手遅れ、はい、早くしろって言うから。まだ俺のせいです。うれーうれーで、せいじさんもやってみてください。ちょっと早く。俺はねじる方やから。めっちゃ丁寧にやりますね。何を朝一のあの工場からは全く想像ができない。ほどの丁寧さです。はい、チン入れまーす。はい、一個も成功せえへん。やっ、斜めに行った瞬間見えてない。老眼鏡のない自分の目に慣れてないねんな。あ、でもこれできてません。できてるやつはあんねん。ありがとうございます。あんた、それこれは、これが何のためにネギ油の切り方を変えたかという俺の気持ちを思いっきり踏みにじる行為やろ。考えてやろう。はい、意味があって切り方変えてるんやから。すいませんでした。意味があって切り方を変えてやってんのにそういうことする。大事なしは俺の気持ち。もういいじゃないですか。話長い。だから今のはネギだけじゃないと思ったんだよ。人の気持ちを踏みにじれる女だということは露呈したな。しつけ。しつけとかじゃないよ。危ない危ない。めっちゃ怒ってる。芯からな。じゃあ芯入れまーす。はい、じゃあ変えてみますか。縦大根にしてみますか。はい、ボールやない。カメラ欲しい。あ、そうか。あれ11月のさ、13日にさ、単車のイベントするで、単車で車の車も単車も含めて、単車 YouTuber やろ。バイクっすね。そうやろ、はいはい、来て。え、イベントするから来てって言っての行かないとダメっすか。行かないとダメって、来といた方がいいと思う。その日ちょっと行けるかわかんないっすよ、まだ。おい、そんなこと言うたな、お前。なんで今日入り時間とつってんねんから、次イベント入り時間もう一回時間通りに来れるかどうかチャンス与えてやってんの。イベントで最後のチャンスだよ。トンカスチャンスや。人間結構ね、目の前のチャンスつかみ損ねるやつもんね。コロナにかけてるね。成人とか元ミーティング2022。すごいいいがっつり言いましたね。正式名称、何日ですか。11月13日千葉県長生郡ロングウッドステーション。めっちゃ言うじゃん、ズーム。にチャンスを与えてやってる。でもな、もうええねんな。じゃあ俺の中で死ぬまで初めての仕事で閉じてきた分かった YouTuber、 むっちゃ書き込みとか釣れさせるね。分かったもん。俺今度腐ったもん。失礼。釣れにめっちゃ嫌なことばっかり考えると思う。パワハラかよ。はい、パワハラですか。あ、もうダメだ。カットカット。行きます普通にちょっと行きます。じゃあお願いしますね。11月13です。13です。すごいキンキンじゃないですか。めっちゃキンキンじゃないですか。キンや。でもあれですよ、私行くってことは何が起こるか分かります。何が起こるの。雨が降るかもしれません。それ大丈夫や。来てくださいよ。分かりました。皆さん今すごいノリでしたけど、本当に行きますんで。来て。はい、ちょっと遊びに行かせてもらいます。食べ物とかもあるし。あ、本当ですか。じゃあ、ちょっと私行くんで、その食べ物に出るんだったら、タダにしてください。ああ、ええよ。じゃあ、来てくれたから、全部タダ券あげるわ。1点も1品やぞ。え、なんで食べ物がいいって言ったね。私の分も取ってきてるやつが絶対おるから。ネビロッチ。自分、なんでこれ、こんなことするの。ここ一回切ってから上がらせな。俺どうやって手に乗せる。なあ、なあって。怖い。じゃあそういうのじゃなくて、これどうやって手に乗せるの。やって、これ。これも切るにしたくて、見てどうするの。お皿に一回出してからこうするの。あんた言う通りやってみて。じゃあこれです。できましたよ、別に。俺なんで怒ってんの。知らないです。あ、そう。ちゃんとやってから持ってきてもらっていいですか。こういう感じですよね。うん、そうです。もっと早く。あ、そう。
お願いします。これぐらいでもほらこれに対してこれあれが入らへん、天かすだもん。天かす入んないや入んないですね。確かに確かに、ちっちゃかったら2個入れたらええやん。せや2個入れたらええんや。ティン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 、急須みたいなってジャーっとティン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 、うわーおー、天かす祭りは初めてです。政治兄貴と共同作業、なんとか1個お客さんになりました。できました、ありがとうございます。道具をこう応用して使うというのが非常にキャンプっぽい。非常に今までこう見てたやつはな、家の中でやりやがってとか思ってた人も最後に皆さんにこうキャンプっぽいところをこう届けることができたんじゃなかろうかと私思っております。おー、あー、うまそうです。ちょっともう実食、うん、最高です。最高ですか。うん、美味しい、美味しいです。美味しいです。あ、美味しい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 、ほろほろですね。うん、ほろほろやね。うん、うまっ。美味しいね。うまっ。たこ焼きもちょっと、たこ焼き、はい、たこ焼き、はい、美味しいんやけど、うん、たこ焼きの船あるやん、うん、あれはあれで必要なんやな。たこ焼きが急激に冷めへんもん。あ、熱々のたこ焼きが冷めてもうて、冷えてる、完全に冷えてるやろ。ここで冷えたたこ焼きをもう一回ここで冷やしとるから上でこう熱々で食べるたこ焼きがやっぱ、うんうん、やっぱうまいな、うん、あれが正解なんですね。うん、ちょっと嫌かもしれないんですけど、うん、ニンニク入れて食べてみません。ああ、いいですよ。優しいな。ニンニク焼いてたとか言う思ってた。もうイメージ、いや、思うイメージ、それを聞きたいわ。もうイメージしかないです、すいません。何俺ニンニク食わなあかんねん。それです、それです。何言ってんねんお前みたいな感じ私ちょっと異常なので怒られるかなと思って。そんなに具材をちょっと入れてみてください。出すの絶対うまいですよ。これはもう絶対、結果が分かってます。もう絶対にうまいです。ニンニクは食ったことあるの分かってるちょっと早く食べてください。美味しいですよ。ニンニクの匂いで腹減るやん。もっと食べたくなる。うん、うまい。好評でした。ニンニクが合わんもんある？合わんもんはないです、ね、ないよないごちそうさまでした。ごちそうさまでした。テイさんありがとうございました。こちらもありがとうございました。11月の13日今年の成人とか元ミーティング、はい、2022 11月の13日にあります。あの千葉のロングウッドステーションです。ロングウッドステーション、ロングウッドステーション、ステーション、何がおもろい、ロングドステーションかと思って。朝の10時からドクオタアッキーも遊びに来てくれますんで皆さんぜひお越しください。待ってます。ありがとうございました。